もうちょっとネタに走ればよかったなと。ちょっと待って、ママ事件ですよ。この後ですね、なんと一期生新年会夜中の新年会が、ありますのでね、皆さんよろしくお願いします。馬の言い方がチョッパー言ったら似てないぞこの野郎あまりの似てなさにちょっとびっくりしちゃった。新年会がございますのでね、しかもオフコラボということで、この後白神はですね、まつりちゃんハウスにレッツラゴーなんですね。レッツラゴーなんですよ。まさかのオフコラボ、そう。ねえ、一期生オフコラボ珍しいですよね。白神も珍しいと思いながらも。あ、でも嬉しいのでね、行ってこうかと思いますよ。はい。なんかね、みんなで福袋を持ち寄って、なんか交換会するって聞いたので、白神もちょっと福袋、オリジナル福袋を作ってきたんですよ。めちゃめちゃ真面目に考えてしまって。ちょっと面白みのない福袋なんですけども。うん。なんかみんな、1万円前後くらいの福袋を、作ってるということで、白神もね、オリジナルの福袋を作ったので、さっきのキッドも入れます。入れないですよ、白神のじゃい !BSA カード入れませんよ。センスが問われる。その場で開封するんだと思う、多分。みんなにさ、あげる福袋をさ、自分で選ぶっていうのを本当に迷いに迷いまくりまして、何が無難なのだろうという。うん。なんかすごく白髪無難なものを入れてしまった。なんかもらってあんまりこう、迷惑にならないようなものを選びすぎてしまったがゆえに、何の面白みのない福袋になってしまって、本当に何の面白みもない。もう何の面白みもない福袋になったので、まあ、みんなが使えるもの、そんなあっても困らなそうなものを必死に考えてきました。めちゃめちゃ無難ですね。まあ、いわゆる日用品とかさ、そのあたり、そう、とか、まあいろいろみたいな。いや、クッションとかは、センスもあるし、大きいものは邪魔なので、本当に日用品、あって邪魔にならないものっていうのをすごい考えたんですよ。あって邪魔にならなずに、適度な大きさかつ、できるだけ消費できるものを選んだ結果、あまりにも面白みのないカードに、カードじゃない、袋になってしまったので。もうちょっと、ネタに走ればよかったなと。女がいらねえよっていう、もっとネタに走ればよかったなっていう気がしましたけど、あまりに真面目にちょっと考えすぎてしまい、ハンドクリームは人によって好みの匂いが違うので、それも外した。肌につける系はアレルギーはある可能性も考慮して、外した。その辺とかいろいろ考えてさ、考えた結果面白みのないものになった。そう、ワンチャンでちょっと化粧品とか考えたんですけど、いや、待ってよ、待ってよ、みたいな、好みがあるし、肌の色とかいろいろあるだろうしで、そういうのもめちゃめちゃ考えた結果、もうなんか、やめました。真面目に考えすぎたってのはありますね。うん。真面目に考えすぎました。もっとそんなん考えずに、選べばよかったと思っております。はい。まあ、それでも結局、こう気に入るかどうかわからないものばかりなので、やっちゃったなぁ感はありますね。もう、甘ギフカード1万円ポンって渡すとか、それでもよかったかもしれない。もうそれぐらいなんか大胆、大胆でよかったかもしれない。甘ギフ1万円パンっつって。もうそれの方が、もはや面白みがあってよかったのではないかという。甘ギフ最強説ありますよね。ちょっとね、買った金額が、多分1万円に満たないかもしれないので、まつりちゃんち行くときに甘ギフ買ってこうかな。まつりちゃんち行くとき、途中で甘ギフ買ってって、ちょっと入れておこうかなって思ってますね。まあね、みんなと一体どんな感じのを持ってくるのかっていうのはね、またね、配信で、お伝えできればと思います。でもそろそろ30分なんで、ちょっと。おはよう。あれします。あ、本日はですね、なんとみんなに福袋をね。いや、マジ、10分。用意してもらいまして。怖い袋。これがね、
ちょっと交換会ということで、はい、どうやって交換する？まあ、音楽流して止めるでもいいし、うん、なんかカードとかトランプとかあったらね。トランプあります。あります。すげー。 1,2,3,4,5 で、まあ、1がまつりちゃん、2がめでちゃんとかで、あ、そうしようか。トランプ混ぜてったりとかして取っていくでも全然あるかもしれない。じゃあそうしよう。ね、お前やって自分の取っちゃう可能性があるけど、その時はまたチェンジで、チェンジで、そうね、自分の取るのはちょっとな、ね、ちょっと似たような感じになるんですけども。はい、ありがとう。どうぞどうぞ。楽しみ。なんだろう。おー、なんかよくわかんないが入ってんだろ。いつも、おー、なんかそんなね、面白みはない。ほんと？よくわかんないもの入ってる。なんかよくわかんないもの。なんだろう。これは何っていうのがいっぱいあって。あ、そう、ちいかわ。あ、種類が違うからね。違う、ちいかわシリーズ。そうなんだ。あと、これ、パフ。あ、いいね。パフめっちゃいいね。めっちゃいいな。パフ。そして、これはリンツのチョコ。あ、チョコ。おじさんが映ってる。おじさんが映ってる。おじさん。すごい、誰だろう。美味しそう。ショコラティーね、ショコラティー。あ、食べ物ですか。食べ物、動物、バスボール。バスボールなんだ。すごい。あ、お風呂シリーズだ。パンの子。なんだろう。この動物。そう、何が出るかなって。色ついてる。すごい。いい感じ。いいね。いいなぁ。ありがとう。福袋、いいな。楽しいね。楽しい、楽しい。やっぱ基本自分が欲しいもの買っちゃわない？あ、そうなんだよ。そうなんだよね。欲しいもの買っちゃうんだよね。